ちは、飛鳥塾の中山です。一時たりとも本気を出せない人の終着点は普通に生きて普通に終わるということでいいのではないでしょうか。鼻からこんな風に書くと反感を抱く人も多いのではないかと思った上で喋っています。私も含め本能的に人間は隣の芝生は青く見える、そういう生き物なんですね。ですからそれが普通の人ですので、自分はダメだとか思い悩まなくてもいいんです。何かで成功したり何かを成し遂げたり、そんな人は特別な人なんですね。だから普通の人で生きていきたいのなら、特別な人になろうとも何かを成し遂げようとも思わなくてもいいし、しなくてもいいわけです。普通の人がこうなりたい、こうやりたいと仮に思ったとしても、その思いと現実の厳しさとの開きに心が折れてしまいます。そこで、再度チャレンジしないで生きれれば楽なのに、あっちだったらもしかしたらできるかもしれない、次々とノウハウを追いかけて、結局は全てが中途半端な人生に終わり、自信もなくしてしまうというストーリーです。非常に残酷な失礼な言い方ではありますが、こういう人生パターンが 80% の人たちなのです。人は本能的に快楽を求め苦しみを避けようとする、これが人間の深層心理なのですから。だけどその残りの 20% の人は途中で味わう苦痛の数十倍、いや数百倍の快楽をその先に見出すことができる人たちです。人間が潜在的に持っている快楽を求めるという本能をうまく利用して、自分が求めるその先にあるものに大きな価値、大きな値段をつけられる人です。人間の本能は原則として快楽を求めるわけですから、自分の行く先に大きな快楽を見ることができれば、人は途中の苦痛などを感じないというわけです。もう一度言いますね。人は本能的に快楽を求め、苦痛を避ける生き物です。苦痛は私も嫌です。しかし苦痛を苦痛と感じるのは私の心です。苦痛を苦痛と感じないようにすればどうなるでしょう。自分が求める先に神々しい光が差して、そして山の頂上に自分が求める全てがあると強く想像できたら、確信できたら、途中の大きな岩や急な上り坂は苦痛になりますか？もし苦痛に感じるんだったら、普通に生きていく方が無難です。何かを成し遂げよう、何かで成功しようなど決して考えない方がよろしいでしょうね。ではまた。最後までありがとうございました。